和歌山で乾杯、とん平です。今日は和歌山市はアロチにお邪魔しております。今日お邪魔するお店はロイヤルハート赤というお店で、なんとママさんが料理が大の得意ということで、どんな料理が得意なのかその辺も聞いてみたいと思います。では早速お邪魔したいと思います。今回お邪魔したのは和歌山市吉田山市プラザアロチアネックスビル2階ラウンジロイヤルハート赤です。店内は家庭的で落ち着いた佇まい。迎えてくれたのは明るくてチャキチャキとしたところが魅力、富山みのぶママです。いらっしゃいませ。今宵もとん平さんとのトークが弾みます。なんかこうずっとこうお会いしてるような気がするんですよね。で、まあロイヤルハート赤と、赤でいいんですかね。はい、そうです、赤ですね、はい、ロイヤルハート赤、はい、このお名前の由来っていうのは、はい、いきなりですけど、はい、赤、ロイヤルハートってついてることが知らないお客様の方が多いんですけれども、はい、ありがとうのあと感謝のかっていう意味で赤なんですけど、 ありがとうのあと感謝のかで赤、はい、ものすごくあの分かりやすいですけどそうですね、赤、はい、ただ赤だとちょっと寂しいかなっていう感覚があったので、ロイヤルハート、はい、上に名字をつけました。あ、名字がロイヤルハート、はい、名前が赤、はい、なるほどね、そのめっちゃ可愛いエクボが2つ出てるんですけども、まあ、 あの性格的には僕ね、割とね、割とあの優しそうに見えて結構しっかり者のような第一印象なんですね、はい、どうなんですか性格的には。そうですね、あの結構筋金入りのというか、うん、結構ブレない感じは、ブレないね、はい、ブレない感じですよ、わ、はい、かりますわ、ブレない感じがね、はい、であの聞くところによると、まあ、ここにお料理も出てるんですけどね、はい、なんかあの料理が結構得意というか、もうプロフェッショナルらしいですけど。そんなことないんですけど、趣味が高じてというか、ね、趣味が高じて、はい、喜んでいただけるお客様が多いので、割とこう作って、なんか今年もまあしましたけど、うん、夜夜桜花見とかの時にオードブル私が作っていって、はい、それみんなでお祝いのお花見しようかって感じでさせてもらったりしてます。まあ、ここにこうおにぎりと卵焼きあるんです。これいつもこういう感じであるんですか。いや、帰りには必ず、おにぎりとお味噌汁が出るようになってるんですけれども、はい、メニューが結構何食べたいっていうことを言われたらあるよって言いたいんですよ。あ、食べたいですか。食べたい、何々食べたいって言ってあるよって形で、そう、要するにお料理をしたいわけですか。そうなんです、作りたいんですよただ今は結構あの中にボーイさん入ってくれてるので、結構作ってもらうことも多くて、ボーイさんもだんだん上手になってきて、じゃあ、 あの居酒屋のようなラウンジみたいな。そうですね、珍しいですね。お菓子よりもなんか美味しいあてを食べながらの方がお酒が進むかなって。乾き物よりは。そうなんです。例えばおでん、冬はおでんとか。そうですね、何でもできるんですか。そうですね、すごいな。あのチャレンジしますなんか今 そういえばいい匂いがしてる、僕の大好物の匂いがしてるんですけど、はい、いやー嬉しいな。どうぞ。いやこれね、僕の理想的な色とあの硬さですね。よかったです。緊張しますよね。もうどうなんのかなって。これ皆さんに見てもらいたいんですけどね。めっちゃあのこれ何が入ってますかね。本日はアサリというものが入ってしまってるんです。いやいいですよ。アサリの出汁が出てるわけですね。そうなんですよ。これはどこから作るんですか。ルーから作る。残念ながらルーはいろいろいろんなものを混ぜております。あ、けどあれですね。なんとかカレーだよじゃなくて、はい、あのご自分でお作りに。あ、そうです、そうです。お、それすごいですね、はい、そうですか。じゃあいただいてよろしいでしょうか。ぜひ。うわ、楽しみやな。緊張しますね。いろいろ入ってますけど、ちょっと恥ずかしいですね
うん、もろい。よかったです。辛さといい、ちょっと口の中でこうふわーっとこう、あの辛さがねアドできますね。これこれいいですね。よかったです。僕はあの割と夜はご飯を食べずにカレーのルーだけ食べるんですね、ビール。美味しいです。よかったです。やっぱり得意やっていうだけのことはありました。合格。よかったです。もうズバリ B 型ですよね。はい、ね、そうです。そうなんですよ。だからもうやりきるんですよね。そういうところがまあいいところだと思いますけど。んで愛情に深いんですね。これはもう僕の見立てですよ。あの僕の見立てなんですけどね、優しい顔で可愛い感じなんですけども、まああのあえて年齢は聞きませんけれども、あの可愛い感じなんですけど、芯にある思いは結構こうパーンと筋が通ってましてね、あの和田アッコさんの歌を僕は歌いたいなと思うんですよ。あの鐘を鳴らすのはあなたってね、その歌がありますのでね、赤ということでありがとうと感謝の気持ちを僕からね、ママに、お送りしたいと思いますので、ぜひ聴いてみていただきたいと思います。よろしくお願いします。よかった、あなたには希望の匂いがする、つまずいて傷ついて泣き叫んでも爽やかな希望の匂いがする。街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆悩み、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあの鐘を鳴らすのはあなた、いかがだったでしょうか。素晴らしいです。そうですか、ありがとうございます。ラウンジロイヤルハート赤でのお話はまだまだ続きます。次回も酔わせちゃうわよ。